お腹すいた。食べたい。何の音かしら。おばあちゃん、すぐに助けるわよ。早く舐めたい。誰か泣いてる。お兄ちゃん、チュッパチャップスはまた後で。新作。あ、泣き声が聞こえる。シェフ、すぐ行くぞ。どうしたの。どうしたんだよ。お腹すいた。今はピザが食べたいな。いいね、簡単さ。僕も食べたいかも。ピザなら得意よ。大切なのはトマトペーストをまんべんなく塗ることね。チーズとペパロニを乗せてオーブンで焼くの。さあ入れるわよ。タイマーをつけてあとは待つだけ。信じられない。おばあちゃん見て、僕すごいでしょ。あ、まあ、大丈夫。なんてことしてるの。ああ、どうしよう。おばあちゃんありがとう。あとは具材を決めないとな。いいこと考えた。トマトペーストの代わりにマシュマロペーストを使うぞ。まんべんなく塗らないとね。今度はスキットルズ。そうそう、こんなピザを見たら喜んでくれるに決まってるさ。初心者だってすぐにわかるね。本当のプロは手の込んだ料理しかしない。普通のピザじゃつまらないから生地に炭を入れて黒くするよ。すごい。レッツゴー。さあ伸ばそう。いい感じだ。トマトペーストも忘れずに。すごく綺麗な色合いだ。綺麗でしょ。そして僕のピザには魚介類。いいね、これで完璧だ。すごい。オーブンに入れたら完成だね。長いな。あ、寝ちゃうところだった。やっぱり完璧。あら素敵。僕のピザはちょっとダメになっちゃった。でも大丈夫かも。全部美味しそう。待って、これは何。気持ち悪い。それは貝。そんなの関係ない。食べないからね。こっちはすごい。よだれが垂れてきちゃった。はあ、おいしい。気に入ったわ。あとはおばあちゃんのピザね。いい匂い。おいしい。おばあちゃん、いつもありがとうね。優勝者はおばあちゃん。愛を込めて作ったからよ。今度はハンバーガーが食べたい。できる？もちろん。あなたが食べたいものなら何でも。簡単だと思う。あ、ひき肉。おばあちゃん、もらっていいよ。僕はバンズから始める。ハンバーガーはバンズに挟まれてるよね。具材は何にしようかな。美味しいヌテラとか？いいね。甘いハンバーガーだよ。そんなのダメでしょう。まだまだ続くよ。次はマシュマロさ。食べてみよう。あー、これこそ甘いハンバーガーにぴったりだ。多めに入れるよ。そんな変なレシピ初めて見る。バンズにもマシュマロを置くよ。いいね。そろそろ本物のハンバーを見せてあげよう。ヌテラもお菓子も使わない。ハンバーガーで一番大切なのはハンバーグ。私もそう思うわ。まずはハンバーグを焼くことから始めないと。いい感じ。
しっかり焼き付けるわよ。こうやって押して、ひっくり返すことも大切よ。何の匂いかしら？落ち着いて、大丈夫だか？マシュマロは焼いた方が美味しいんだよ。バーナーを使えば簡単に焼けるでしょ？残りはグミ。そうしたら挟んで完成。出来上がりさ。そんなのハンバーガーじゃないでしょ？聞いてられない。本物のハンバーガーが何なのか見てろ。チーズだけじゃなくてベーコンも大切だよ。まずはこうやって焼いて、ケチャップも絶対に必要だ。何層にもした方が美味しくなる。じゃーん、できた。豪華なハンバーガーの出来上がり。すごいじゃない。でも伝統的なハンバーガーに勝るものはないわ。いい匂い。あと少し。上からキャンディーをかけるんだ。いいね。本当に美味しそうでしょ。どれにしようかな。あ、大きい。味もすごく美味しい。優勝候補ね。これは何？いい感じ。昨日も食べた普通のハンバーガーよ。え？甘いハンバーガー？すごく甘い。ヌテラ？グミもある。お兄ちゃんすごい。でも優勝者はやっぱりシェフ。そうだと思ってたけど嬉しい。デザートが食べたい。クッキーを作ってくれる？いいね。そんなの簡単さ。作ってあげるわ。まずは生地を伸ばすんだっけ？何してるのよ。いじめないで。ほら見て。こうやって慎重に伸ばさないといけないの。そうして丸を切り取る。わかった？なんかつまんないね。いいこと考えちゃった。丸なら1個でいいと思うんだよね。味付けに専念しよう。 M&M's をかけたら完成さ。オーブンに入れるんだよね。ええ、でも火傷しないで。私のクッキー素敵ね。そんなクッキーで勝てると思ってないよね。僕はいいことを考えたんだ。手を上げて。冗談だから落ち着いて。つまらないクッキーの代わりにクッキーハウスを作っちゃおうと思うんだ。貼り付けたら出来上がりだ。クリームが使えるよ。そして最後も仕上げ。本物のお家みたいでしょ？すごい！ What? あら、クッキーが燃えてるわよ。早く出しなさい。Come on! あー、臭い。美味しくなさそうだよ。台無しだ。Come on! 何これ？絶対に食べないからね。お家？すごい！美味しい。すっごくいいアイデアね。このクッキーも食べてみるわ。おいしい。誰にしようかな。このお家よ。やっぱり勝てると思ってた。今度はフライドポテトを作って。私も大好きよ。じゃがいもならよく焼くわ。ハンド、邪魔しないで。じゃがいもの皮を剥かないといけないの。レインボー、邪魔しないでちょうだい。何？ごめんなさい、何も聞こえなかったの。これからは気をつけるわ。あと少しで終わるの。さあ、今度は切っていくわよ。
フライドポテトの形にしないといけないから丁寧に切るの。ポテトをカラフルにしたらどうかな。すっごく綺麗になると思うわ。しかも私っぽいでしょ。レインボーすごいじゃないの。想像力が豊かなのね。いよいよ油の出番よ。そんなにたくさんなくてもいいの。どんどん出来上がってきてる。あとはお皿に可愛く盛るだけよ。ほらすごいでしょ。私もそろそろ焼くわ。油を引かないとね。そしてもちろんフライパンを温めるの。さあじゃがいもを入れるわよ。やけどをしないように慎重に入れるの。レンズでケチャップを少しもらってもいいかしら。ありがとう。さあ私のポテトはできたわよ。あとはお皿に移すだけね。シドニーは気に入ってくれるのかしら。私は美味しいと思う。本当のフライドポテトが何か見せてあげるから待ってて。ハンドスプレー。あ、いつも向きを間違えちゃうの。でも大丈夫、色はまだあるわ。言っておくけどこれは食べられる着色料よ。さあ行くわよ。ハンドありがとう。今度は盛り付けね。このラウンドで勝つのは私だって自信があるの。出来上がり。わあどれも綺麗。どれから食べようかな。まずはウェンズデーのポテトにしようと。怖いけど美味しい。気に入ったよ。美味しすぎて止まらない。最後まで食べちゃいたいな。ああ終わっちゃった。すっごく美味しかったよ。今度はおばあちゃんのポテトの番。こっちも美味しい。みんなすごく頑張ったんだね。私はポテトが大好きだから一生食べてたいな。これで最後か。でもまだ最後の一品が残ってるの。レインボーのポテトはどうかな。あ、美味しいだけじゃなくてすっごく可愛い。全部食べちゃおうっと。あーお腹いっぱい。転んじゃう。みんな揃って優勝よ。その手恐ろしいわ。今度はハンバーガーが食べたい。期待を裏切らないでね。了解。楽勝ね。ハンバーガーなんか作ったことがないけどうまくいくと思うわ。包丁はどこなの。レンズでお願いだから気をつけて。さあパンを半分に切るわよ。そしてそれぞれをフライパンで焼くの。今度はハンバーグを作るわ。形は関係ないの。大切なのは味だもの。ひっくり返して上からチーズを置くのよ。さあハンバーガーを組み立てましょう。レタスにハンバーグにチーズ、そしてソース。出来上がりね。いいね。今度は私の番よ。ハンドもらってもいいよ。あ、びっくりさせちゃったかも。ごめん。二度と同じことをしないで。落ち着いて。私はシドニーのために甘いハンバーガーを作るの。気に入ってもらえること間違いなしね。バンズはドーナツで作るの。ハンバーグはホワイトチョコレートに変えようっと。でもまだ終わりじゃないのよ。もちろんシロップもかけるわ。酸っぱいけど美味しいの。マシュマロとグミもよく合うと思う。そしてシドニーはストロベリーシロップが大好きなのよ。ドーナツで挟んで出来上がり。体に悪そうね。
私はみんなよりもすごいハンバーガーを作るの。頭の形をしたハンバーガーよ。使うバンズはもちろん黒。チーズも忘れずにね。切り方は見習いなさい。こうやって工夫するの。バンズには穴を2つ開けるわ。ハンド、マスタードを持ってきて。ダメ！分かったわよ。ありがとう。さっきの穴にマスタードをかけるわ。ベロはキュウリで作って、歯はチーズで作る。トマトとケチャップも使えるかも。おいしそうね。あと少しで出来上がり。目を刺したら完成よ。見て、怖いでしょ。食べられないように気をつけて。すごい。あ、ベンズでまたびっくりさせたわね。でもよく見たらすごい。私の大好きな目玉グミよ。ハンバーガーは美味しいのかな。ベンズデーのアイデアっていつもすごい。美味しい。びっくりよ。でもお腹いっぱいになる前に次のハンバーガーも試食しないと。おばあちゃんはどんなハンバーガーを作ったのかな。美味しいけどなんだか普通ね。もっとすごいと思ってた。レインボーのハンバーガーはどうかな。甘くて美味しい。でも私はお昼ご飯が食べたかったの。このラウンドの優勝者はレンズデーよ。いつかは勝てるって知ってたわ。びっくりしたじゃないの。喉が渇いた。ドリンクで私を驚かせて。それなら得意よ。了解。ドリンクだって。頑張るわ。流行りのミルクシェイクはどうやって作るの。牛乳が必要だと思うわ。そこに板チョコを溶かしたらもっと美味しくなると思う。よく混ぜるわよ。もちろん私のマグカップに入れて提供するの。シドニーは喜んでくれるはずよ。ココアは大好物だから優勝するのは私。普通のココアなんかつまらないわね。私はもっとずる賢いドリンクを作るの。まずはホワイトチョコレートの出番よ。今度は砂糖。少しだけよ。もちろん。大切なのは味よ。さあ、今度は牛乳を入れるわ。あ、濡れちゃった。でも大丈夫、牛乳は美味しいもん。可愛くしたいから着色料を少し入れるわ。これでよし。可愛い色になったわね。もちろんデコレーションもしないと。そうそう、容器までおしゃれにしちゃうの。シドニーも気に入ってくれるはずよ。さあ、流すわよ。かわいいでしょ。生クリームも絞ろうっと。みんなの大好物だもんね。いい感じ。そして最後にマシュマロとストロー。出来上がり。いいわね。残るはベンズデーだけよ。私も個性あふれるドリンクにするわ。ドクロのマグカップで提供するの。ストロベリーシロップでデコレーションするわ。恐ろしくなったわね。中には普通のココアを入れて上から生クリームを絞るの。そしてコウモリグミで飾り付けをするわ。絶対に気に入ってもらえるはず。
ウェンズデーのから飲んでみる。怖い。こんなグミ食べないからね。美味しいけど普通のココアね。おばあちゃんはどんなドリンクを作ってくれたのかな。かわいい。またココア？レインボーのドリンクは美味しそう。美味しいな。どんなドリンクなんだろう。美味しい。今回の優勝者はレインボー。やった、すごく頑張ったのよ。パララをチャンネル登録してとびきり面白いチャレンジをたくさん見てね。キャラクターと一緒に毎日を楽しくしていこう。